ゾフィー・ホン・バイエルンは、ローマ王及び、ボヘミア王、ベンツェルの2番目の日。1419年に、ベンツェルが死去した後、暫定的に、ボヘミア摂政を務めた。ゾフィーは、バイエルン公ヨハン2世とカタリーナ・ホン・エルツの抜子で、唯一の娘である。エルンスト及び、ビルヘルム3世は兄である。また、フランス王妃、イザボード・バビエールはイとこである。ゾフィは、叔父 フリードリヒのもとランズフートで育った。ゾフィーは狩りを好み、それは後に夫となるベンツェルと共通することの一つであった。1388年、おじフリードリヒはゾフィーをプラハへ連れて行き、ゾフィーの結婚のための交渉を行った。フリードリヒによると、12歳のゾフィーはベンツェルに良い、印象を持ったという。そしてこの結婚は政治的な理由もあった。 ゾフィーの父ヨハン2世は娘の結婚交渉を兄フリードリヒに任せていた。1389年5月2日、プラハにおいてゾフィーはローマ王ベンツェルと結婚した。二人の結婚式はおそらく王の初期であったヤン司教によって行われたと思われる。ベンツェルはプラハ大司教と対立していたが、大司教はゾフィーの退官を行わないとしていた。 王妃の体感は大司教のみが行うことができたためで、ある。ベンツェルは、ベンツェル写本などの多くの写本を作成することでこの、結婚を祝った。また、ベンツェルは定説に関する写本も作成した。二人の仲は良かったと伝わるが、子供は生まれなかった。ベンツェルは決して無能な君主ではなかったが、年代記においては偏った形で記述されている。 ゾフィーは、経済的な才能があったと伝わっている。1393年3月、ゾフィーの調剤司祭ヤン・ネポンムツキーが拷問により、亡くなった。ヤンが、王妃の国会の内容を王に明かすことを拒んだためと、言われているが、ヤンはこの時ヤン・イエンシュテーンとの確執に巻き込まれても、いた。1402年から1403年にかけて起こった、反乱とベンツェルの監禁の間、 ゾフィーはフラゲツ・クラーロベーに滞在した。ゾフィーは最初、ヤンフスの支持者でフスの説教を聞いており、夫、ベンツェル同様、フスに庇護を与えていた。しかし1410年にフスが教皇により破門されると、ゾフィーは支援をやめた。ゾフィーは1415年のフスの死により反乱が起こると確信していた。ベンツェルは1419年に死去した。 ゾフィーは、議定、ジギスムントと共に避難を考え、ジギスムントのボヘミア王位継承権への請求を、ゾフィーは支援した。この時しばらくの間、ゾフィーは、ボヘミアの正式な摂師であった。1419年10月、ボヘミア人指導者らは、法と秩序を守ることを約束して、ゾフィーと条約に署名したが、ゾフィーはその後すぐに権力を失ってしまった。 ゾフィーとジギスムントは、プレスブルクの領地の管理を一緒に行った。ゾフィーとジギスムントが、恋愛関係にあるという噂が立ったが、ジギスムントはゾフィーはおそらく、ポーランド・オブ・アディスワフ・ニッと再婚するだろうと、述べたという。ゾフィーは1428年11月4日に、死去した。ありがとうございます。